一つ印をつけて指穴を開けるわけですよね。まあ、どうでしょうか。まあ、こういう指穴をこれから今開けていきます。この指穴もまあ一応こういう一尺八寸のゲージがあって、まあ、この指穴に開けるということで、いろんなサイズの指穴のあれが書いてありますけど、開け用ドリルと竹っていうのは結構表面がツルツルして、こういう木と違ってピョンとバリが出やすい、ギザギザになりやすいので、こういう形してます。不思議な形なんだけど、ここに刃がついていて、こういうふうに刃でこういうふうに回転する刃がついてるのね。こうやってやっていくわけです。で上げていきます。11ミリ、一つ飛んでここが11ミリ、して裏が11ミリ、してここが10ミリ。穴があっという間に開きますね。そうですね。機械ですかね。あっという間ですね。昔は手でやってた。そうですよね。穴の位置っていうのは、まあ、ちょっと製作者によって違いますけども、基本的には約似たようなところで、全長の一尺八寸から何センチのところ何センチのところっていうのは決まっているようなものなんですよね。それに合わせてオクターブが合うように中を作っていくという。